アレクサンドロス二世イテオスは、セレウコスアサシリアの対立王。エジプトの商人であったプロタルコスのことされるが、アンティオコス七世の養子、アレクサンドロス一世の王子を称した。パルティアによって、メソポタミアを疾患する混乱の中で決起した。アレクサンドロス二世は、プトレマイオス朝の王プトレマイオス八世の区靴であり、対立していた自らの姉のクレオパトラ二世と結んだ。 デメトリオス2世を打倒するために擁立された。ザビナスはセム語に由来する語で、変われた奴隷の意味であり、プトレマイオス8世の関係から付けられた、無別的な名称である。紀元前128年にアンティオキアを占領し、アンティオキアやアパメアといった一部の都市は、デメトリオス2世の先生に対する反感から、アレクサンドロス2世を王として認めた。 紀元前126年にダマスカス郊外の戦いでデメトリオス2世を打ち破ったアレクサンドロス2世はクレオパトラテアの統治するプトレマイス周辺を除くシリアの支配者となったがアレクサンドロス2世が兄弟となることを望まないプトレマイオス8世は名のクレオパトラテア及びその子のアンティオコス8世と結んだアレクサンドロス2世はエジプトからの支援を受けた アンティオコス八世に敗北し、アンティオキアに逃れた。その地にあったゼウス神殿を略奪し、その略奪品を持って兵たちへの支払いを行った。略奪の際、ゼウス像の手に置かれたニーケイ像を投げ、冗談めかして、ゼウスが私に勝利を与えたと言ったと伝えられている。この暴挙に起こったアンティオキアの住民によって追放され、 紀元前123年に盗賊に捕らえられて、引き渡されたアンティオコス8世の命により処刑された。ありがとうございます。